北海道警察での事件捜査で押収した名簿の中にあなたの名前や電話番号が掲載されていましたので警察官が訪れたのは札幌市北区にある一人暮らしの高齢者の自宅詐欺グループが使っていた名簿にこの女性の名前や住所、電話番号が載っていました考えたこともなかったからびっくりです気をつけなきゃいけないな 詐欺グループが犯行に使うことの多い名簿今回警察が押収した名簿には札幌市内に住む75歳以上の高齢者およそ5500人の個人情報が載っていました押収したからまだ日が浅いので早いうちに被害抑止を呼びかけ今後の被害の発生を未然に防ごうと試みる政策になります 今年、道内では高齢者を狙った特殊詐欺の被害が急増。警察に寄せられた通報などは去年の同じ時期のおよそ2倍、被害額はおよそ3.7倍に増えています。シャープ現金やカードを電話で要求するケースが多いとして、同県はシャープ911例にすぐ連絡して相談してほしいとしています。